今からちょっとドゥームズデイのゲームをしていこうと思うんですけど、いろいろ説明したいと思います。私も全然まだ理解できてないんですけど、たんたんありがとう。まず皆さん、アプリを開いてください。多分ね、私もまだ理解できてないんですけど、そう、なんか課金するときは、なんか、なんだっけ、ちょっと待ってね。ゴールド、ゲーム通貨、ゴールドモール、ゴールドを購入するときは、ゴールドモールにご登録いただき、ペイパル、クレジットカードなどで購入することができます。で、ゴールドモールのサイト、ゴールドモール、ここからなんか買えるそうです。ちょっとわかんないですけど。で、ゴールドを、あ、違った。ゴールドモール、なんだ？私もちょっと買い方が、なんか仕方がよくわかんないんですけど。YouTube、キャサリン買いました。キャサリン手に入れました。キャサリン。なんだ？どうやって説明すればいいのかな？ゴールドモールって何？ちょっとわかんないよ。やばい、リュウチ出た。ちょっとわかんないですけど、説明の仕方が。ゴールドモール、なんか、ゴールドモールに、ゴールドモール、ゲーム内でもゴールドは購入可能ですが、サイトを通して購入した方がお得に購入できますって書いてるんだけど、どうやって説明すればいいんだろう。
私もちょっとよくわかんないんですけど、うーん、ゴールドモールの紹介、ゴールドモールのサイトを移して IGGID の連携方法などをお伝えいただき、私 IGGID の連携方法なんてわかんないよ。なんかゴールドの告知しなきゃいけなくて、でもね、リエチ仕組みがよく分かってないから合ってるか分かんないんですけど、うーん、ゴールドモールあー、まあこんな感じです。ちょっとリエチよく分かんないで、みんなに教えていただきて、みんな何課金した方がいいか教えてください。みんなおすすめの課金アイテム教えてください。おすすめの課金アイテム教えていただきたいです。迷ってます。何買うといいか教えてほしいな。なんかこう、ここにさ、ここのモールに行ったら、モールに行ったらこんなの出てきて、あのいろいろ出てくるんだけど、何を買えばいいのか教えてほしいな。こうやっていろいろ出てくるけど、何を買えばいいのか分かんなくて、ダウンロード、嬉しい、ありがとう。とりあえずわかんないんですけど、建設加速、なんか何をすると有利なのか、狂うほどやってた、ヤフーで検索、そう、チュートリアル終えました。ちょっとね、ググってみたんですけど、ちょっとよくわかんなかったわ。あー、どうしよう。ちょっと調べてみますね。ドゥドゥドゥームズデイゴールド、ゴールドおすすめかな。ゴールドおすすめ、ちょっとリエチわからないけど、リエチはあのとりあえず全部のキャラクターをあのレベル上げてるんだけど、どのキャラクターが強くて、どのキャラクターが
2体ぐらいに絞った方がいいです。レジェンドヒーローは育てていいと思います。内見をジェイデン、進め方はそれに応じて。確かに紳士は結構使える。進め方って調べようか。とりあえずジェイデンと、ん、ドゥームズデイ進め方、規模の大きい同盟に加入、中途いいね。同盟に加入します。経済技術、軍事技術、ペギー、リアルマチャーリー、最初は30日間アイテムをゲットできる30日プレミアムパスだって。それを買おうかな。え、すごい。これ初回はプラス31000ジェムって。これ別に31000ジェムもらえるのかな。どういうことだろう。これってプラス、ここにあの31000円ジェムもらえるって書いてるけど、初回プラス31000ってことは62000ジェムもらえるってことだかな。それ一応よくわかんないけど、どうなんだろう。買おうか迷います。もらえるの？買おうかな。絶対お得だよね。結構いろいろ使えそうだよ。でもキャラクター欲しいんだよね。キャラクター何がおすすめかな。リアルマクファデン、やっぱりリアムマクファデン、ジェイデン、チャーリー、
今でもあれだよね。ジェイデンとこれか、これを積極的に上げていこう。何買えばいいの？みんな何が買うといいのかな。おすすめ、シンシア強いの？シンシア強いのかな。お、シンシア最優先、レジェンドヒーロー参戦。私シンシアにしようかな。シンシア、トーノさんありがとう。みんなのおすすめは？リュウチュウ、シンシア課金しようとしてる。シンシアでいいと思う？どうしよう。えい、顔買いたいけど。シンシアいいと思う？いいと思うよ、本当？お、シンシアじゃあもう課金したいと思います。シンシアちゃんこれでも、ゆうちゅうこれシンシア、あ、ランクアップ、すごい。頑張れシンシアちゃん。シンシアちゃんは、才能ポイントどれがいいかな。才能ポイントどれに使うといいですか？わかんない。ゾンビハンター、騎兵、野戦。何がいいかな？
ちおるかな、わかんないな。才能ポイント迷うよね。で、ちょっと適当にしてた。立てれるやつ、要塞？あ、なんかそれ、なんかね、聞いたんだよ、どっかで。要塞した方がいいみたい。要塞ってどれだ？どれだ、どれだ。要塞。みんな集まる。え、そうなんですよ。どこだっけ。才能ポイント攻略サイトで調べるとシンシア才能ポイント分かんないや。
と今やってるスマホはちょっと画質が悪いので、結構もう終わってちょっとこのスマホでやりたいんですけど、一回終わろうかな、一回ちょっと終わりたいと。なんかすごいさっきからお腹が鳴る。キャサリン強い、とても強い。ゾンビの大群来る、ゾンビの大群、うわキャサリン、え、負けちゃった負けちゃった。フィールドでリエチの舞台発見したって、どういうことだ。コメントでフィールドでリエチの舞台発見した。すごいみんながよろしくペコリ。要塞立てる、要塞立てなきゃいけないのか、アリアが。だから要塞、要塞を立てたいから、私は要塞を立てなきゃね。ちょっと調べます、要塞立て方。
分かんないな。わかんない。どうやって要塞立てるんだろう。複数個チャーリーね、チャーリー。要塞ってこれかな、同盟の武士隊で、これを集めなきゃいけないってことかな。領地から要塞選んで、同盟領地。あ、これ。これだよね、ここの。これを何すればいいんだろう、私は。教えて誰か、リュウチュウわからない。どうせわかんないや、リュウチュウわかんないわ。わかる、最近のゲーム難しいよね。調べ、ありがとう。でもリチュウ、わかんない。どうすればいいんだろう。こうやって、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 あ、わかんない。私はどうすればいいの。あ、これ？これだよね。要塞って書いてる。これだよね。これ？これで合ってる？これで合ってるかな？それ？これを建設すればいいの？これを建設すればいいのかな？建設していいですかね？来ました。これをゲチュウが検出すれば、そう、検出します。じゃあ、
ういうことだろうこれ。有効な位置にどこにしようかな。要塞リア中の隣にしよう。これで合ってるかな。建設。なるほど。部隊や同盟のメンバーが多いほど建設を早く進みます。ぜひ皆さんお待ちしてます。ぜひ皆さん同盟要塞のご協力をお願いいたします。残り時間7時間37分。これで建てれるのかな。増やすことできないか。え、もっと舞台すればよかった。舞台ちょっと少なくしちゃった。ああ。お、あと6時間になった。6時間半。参加できた。これでいいのかな。みんなこれでいいですか。ちょっとリア中そろそろ終わりたいと思います。
シェルター人の見ちゃった。人のシェルター見ちゃった。病んだ。人のヘリ、フェルチャー見ていいの？覗ける？お、覗ける。すごいいっぱい建物建ってる。これバレちゃうのかな。人のシェルター見てます。ピアチューが他の人のシェルター見てます。こんばんは。あ、瀬戸チューリンちゃん、やっほー。なんか久しぶりな気がする。ちらこんばんは。偵察中。偵察しました。偵察したらバレちゃう。これシェルターめちゃくちゃ大きい。こんばんは。ピーチューそろそろちょっと他の端末で配信したいと思います。なので一回男女見ます。一回男女読んでまた始めます。じゃあ男女見ます。13位、前田美さん、12位、タンソンさん、11位、ヤッパさん、10位、ジャクソンさん、9位、テラツキさん、8位、ハルさん、7位、セサムさん、6位、シヘタン、5位、ターノさん、4位、ターノ、カーザーさん、ユナイテッドさん、2位、マシカーさん、1位、コウヘイキーさん、ありがとうございます。ちょっと、すぐまた始めます。